ヤコブレフ UT-2 ヤコブレフ UT-2 は1937年から1950年代にかけてソ連空軍で使用された練習機である。本機は第二次世界大戦中のソ連の標準練習機であった。UT-2 は古いポリカールポフ U-2 副用機よりも近代的で高速な航空機のパイロット訓練に適した。 練習機として設計された。この新しい機種は第115設計局のヤコブレフの班によって設計された。エアーマイナス9を元にした新設計のエアーマイナス10はより簡便な構造で複座の開放式コックピットを備え、スラットやフラップが省かれていた。1935年7月11日に 初飛行したエアー -10 は1935年に行われた練習機の競争施策に勝利し、いくらかの改良が加えられた後で、ソ連空軍の標準練習機として採用された。元々のエアーが1938年に処刑された、ソ連共産党幹部のアレクセイ・ルイコフの省略形だという理由だけでこの機種の名称は臨時に、ヤー -20 と解消された。 ヤコブレフは自身の設計した機体名称を政治的に安全なヤーへと変更した。木材と金属の混合構造であったエアーマイナス10は生産を簡略化するために全木製構造に変更された。試作機は出力1 1 2ットの種別 OFM-11E 性型エンジンを搭載していたが1937年8月に 生産が始まった量産型は出力 82kW の M-11G に変更された。機体名称は UT-2 となった。UT-2 は民間航空でも使用されたが間もなくスピンに入りやすく操縦が容易ではない機体であることが分かった。構造に変更が加えられると より安全な機体となり、出力 93kW の M-11D エンジンを搭載した UT-2 モデル1940となった。さらに、操縦性と安定性を改善された新しい派生型の UT-2M が1941年に開発され、量産に入った。主翼形状が、それまでのまっすぐな前縁が後代角を持つように変わって、 全面的に新しくなり、垂直尾翼は大型化された。総計で7243機の UT-2 と -2M が1937年から1946年にかけて5つの工場で生産された。改良にもかかわらず、UT-2 の操縦性と飛行特性は有料と言えるものにはならなかった。 1950年代に UT-2 は基本練習機の地位を約 -18 へ、高等練習機の地位を約 -11 へと代替された。戦後に UT-2 と -2M はポーランドやハンガリーといった国々でも使用された。ヤコブレフ UT-2UT-2 ゴードン 2005& ガンステン1995ありがとうございます。